これは花苞、一般にはバナナハートと言っていますね。それで留め葉はこういうふうに、静岡県のみゆちゃんさんによれば靴べらみたいな形ということになるでしょう。で、留め葉の全容はこれです。留め全容と私は言っていますが、かなり小さい葉っぱですね。で、その前、留め全全葉はこれで、矮小花、葉身の矮小がはっきりと認められるサイズの葉っぱですね。それ以前は、まあこういうふうに、対ベジタブルバナナとしては、普通のサイズの葉身ですね。隣は銀ドワーフ織の子ですが、まあドワーフといっても結構大きな織の子ですが、まあ、こういう強大な葉身が何枚も出て、その後におそらくこういうちょっと丸みを帯びた矮小葉が出て、さらに矮小葉が1枚ないし2、3枚出て、そうしてこういう形の留め葉、まあ逆三角形みたいな葉っぱですが、まあ靴べらに似てるといえば似てますよね。そうして、まあこれはめくれた方の一枚目で、まだカスが現れる前のものですね。これからこういう苞、草冠に包むという字です。苞が開いて剥がれ落ちていって、かし、みがあらわになってくるわけですね。